皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、今日も早速やっていきたいと思います。今日はですね、以前動画でですねお伝えしたサムホールの、調整方法や、親指のタコができてしまう原因とかっていう話の続きになるんですけども、インサートテープの調整方法を、ご紹介していきたいと思います。はい、で私が今持ってるものがインサートテープです。ちょっと白いので見えないので剥がしますけど、はい、はい、よいしょ。こんな風に上がこう丸くなってる、はい、はい、これがインサートテープです。結構いろんな種類があるので、はい、これもメーカーによって出てるものとか、はい、いろいろありますので、それはちょっとセンターによってね、置いてるものとかメーカーが違うと思うんですけども、まあ、基本はほとほと一緒。はい、物によってこの表面の、はい、あ、そうだね、まあ、このザラザラ感、うん、はい、だったりとか、あと物によってはちょっとこうベタつけると、そう、うん、ベタベタしてくるタイプがあったりとかなので、はいはい、 そうだね、それはまあ好みのものをチョイスしてください、うん、はい、で、インサートテープにもサイズがあります、うん、でこれが一番まあ使われているタイプですね、うん、4分の3っていうサイズなんですけど、何が違うかってこの横幅が変わります、はい、で1っていうタイプなんですけど、もっと太いタイプです、はい、でまあ、その1に対してこれが4分の3サイズです、うん、であともう一つ2分の1っていうものがあります、はい、これよりさらに細いタイプなんですけど、うん、まあ、大体親指の大きさを考えたら4分の3がまあ一番使いやすいのかなと思うので、はい、ただまあ細く切って使うっていう方もいるので、まあ、そういう方はプラス2分の1を持ってここにさらに貼り付け、はい、うん、貼り足しるのが、うん、貼り出すのが便利なのかなと思うんですけど、はい、とりあえずこの4分の3タイプを持っていれば使いやすいのかなと思います、はい、でこれからこのインサートテープをではどのように貼るかっていうご紹介をしていくので、うん、はい、ちょっとここからは見やすいようにカメラアングルを変えていきたいと思います、はい、それでは VTR スタート。はい、それでは本来であればサムホールの中に貼ってお見せしたいんですけど、見にくいのでまずはこのテーブルに貼り付けていきます。これが1枚目、貼るテープの1枚目だとすると、はい、まず一番下に台紙として土台を貼ります。で、まあ、1枚でよければもうこれで終わりです。で、ただ、さらに緩いのでさらに貼っていくっていう場合は、この1枚目のテープに対して少し下にずらしていきます。ちょっと大げさにここでやりますね、見にくいので。こういう風に2枚目を下にずらします。ちょっとずれちゃいましたけど、実際ボールに貼るときはもっと慎重にまっすぐやっていただきたいと思います。で、まあ、3枚目っていう風になっていくと、もっとさらにこのテープよりも2枚目のテープよりも下にずらして、はい、ちょっと大げさです。これこんな感じで、めっちゃずれてますけど、まあ、これちょっと重ねてますっていうのが分かるように、はい、こんな感じで 1,2,3 って爪が割れてるのが見えちゃう、はい、1,2,3 っていう風にずらして貼っていきます。で、これがなぜかっていうと、親指のテープの調整の時にこのインサートテープでホールサイズを調整する場合、きつくなってきたら1枚インサートテープを取りたいっていう時が出てきます。で、そうするとこういう風にだんだんに貼っておかないと一番上だけ取るっていうのが難しくなります。これがぴったり2枚、3枚が同じ場所に、こう1枚目と同じ場所、2枚目、3枚目っていうふうに同じ場所に貼っちゃうと、1枚目だけ取ろうとした時に下のテープも一緒に剥がれてダメになってしまうので、こういうふうに一番上の部分だけをこういうふうに取れるようにだんだんに貼り付けていくのが、まあ一番基本的なインサートテープの貼り方です。では実際にこのイットの方に貼っていきたいと思います。ちょっと見にくいしね、ボールに入ってないんでやりにくいんですけど、私も頑張りますね。で、これ前回お伝えしたベベルを取る取らないの話なんですけれども、これ見えますかね？こっちが私が実際に今使用しているイットです。で、中にテープも貼ってあります。で、こっち、これがまだ
何もベベルも取ってない新品の糸です。で、見ていただくと分かるんですけど、これはまだかなり角張ってます。で、こっちはかなりベベルが見えるかな、ベベルが取ってある状態です。で、これ2つとも全く同じサイズです。ホールサイズなんですけど、ベベルを取ってるか取ってないかで見た目ももうかなり変わってきます。こっちの方が多分かなりちっちゃく見えますよね。で、入り口がこれだけベベルを取ってると、はい、これでこれくらい大きくなるので、で、そうするとこのインサートテープを下の方に奥の方に貼ってしまうと、この入り口がかなり大きくなってしまうので、かなり緩く感じると思います。なので、この状態のままインサートテープを上に貼ってしまうと、ここがきつい、プラスインサートテープが上の方にあるので指が抜けない原因になります。で、そうすると親指をちょっと緩めにしておかないと抜けない気がしちゃって、緩くすると今度握る、で、ベベルを取ってないとベベルのか、ベベルじゃない、ここのベベルの角が自分に当たって指が割れたり怪我をする原因となりますので、基本的にベベルは取っておいた方がいいです。私のこの今イットはほとんど取ってないようです。皆さんの、はい、親指の部分と比べても同じくらいの方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、このスパンの広さだったり親指の角度だったりとかでも、まあ、当たる当たらないがあると思うんですけど、はい、こういうほとんど取ってない状態で当たるっていう方はもっと削った方がいいので、ちょっと一回チェックしてください。では、インサートテープ、なんかおかしくない、インサートテープを貼っていきたいと思います。で、インサートテープ、なんかさ、インサートテープが言えない、インサートテープを貼るときはこのような、はい、私これ100均のマイナスドライバーです。あとはピンセットとかでね貼ったり、あと何、千枚同士いうのかな、で貼るとかなり貼りやすいかなと思います。で、これ実際親指をフィンガーからこういう風に入れてみて、フィンガーから入れてみて、親指の腹の部分がどこに来るかっていうのを確かめます。で、その腹の部分に来るところにこの1枚目を貼っていきます。ちょっと今私はボールが今日ないのでこのまま入れちゃうんですけど、皆さんはちゃんと腹の部分に貼ってくださいね。で、ちょっと今これベベル取ってないですけど、ベベルが取ってある状態とみなして上の方に貼っていきます。はい、ちょっと見やすいようにかなり上に貼りますね。1枚目をこういう風に、ちょっと、はい、これちょっと極端すぎますけど、はい、ちょっと見やすいように1枚目をここの土台に貼ります。そしたら2枚目を、はい、でこれね、貼るときこうやってちょっと縦に折ってください。折るとすごい入れやすいです。あとね、不器用さがこれ全面に発揮されるんですけど、ちょっと皆さんしっかり見てください。で、こうやって縦に折ると入れやすくなるので、で、これで1枚目よりちょっと下にずらします。はい、こんな感じです。私はほんのちょっとしかずらしません。はい、で、すんごい曲がりましたね。これ 見えるかな見えないかな。はい、で、こうやって貼るんですけど、上から見て1枚目がそこの方が見た時に1枚目と2枚目かなりこう曲がってずれてたら、もう一回貼り直しをしてください。これがずれることによってインサートテープの当たる位置がこう広くなっていってしまうので、あ、こっち先ですね、先の方なので、曲がったらまっすぐにずらしてください。ちょっと今曲がってますけど、このままいきます。で、はい、3枚目もこういう風に縦に折ってできます。ちょっとね、これ本当はボールの中にはまってる状態だともっと貼りやすいんですけど、私ちょっとこのままなんでいきます。はい、で、こんな感じで入り口がこうだんだんだんってなってるのがちょっと見にくいですけど、見えますかね、こういう人見えるかな。はい、で、こういう風に段にすることによって指を入れるときにこういう風にちょっと坂になるような感じですね、入り口のこのテープの部分が。なので、親指を入れるときに1枚目がペロンってめくれることが少なくなります。で、一応こうやって貼ったら、この上の部分をグググってこうやって押しておくとよりペロってむけることが
少なくなるので、ちょっとこう私は押してます、いつも上の方をこういう風に。でこうすることによって剥がれにくくなります。で指が太くなってきたりして、あるいはこの一番上のインサートテープですぐに汚れる、あるいは物によってはこうベタベタしてくるので、その一番上を変えたいっていう時にこの部分、はい、段になってる部分をちょっと先でつっついて剥がします。でこうすると簡単に剥がれるので、はい、でこれで一番上を剥がします。でこんな感じで新しいものと交換したり、あるいはもうきつくなってきたからって言って1枚ずらすら剥がすっていうことができるので、ぜひ皆さんこれインサートテープの貼り方がすっごいこうめくれちゃうなとかっていう方は、このやり方がすごいおすすめなので、一度サムホールの中も確認をしていただきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、よしみプロ、インサートテープって何？なんかさ、片言みたいになっちゃう。なんだよ、インサートテープ。言えないの、なんか。ちょっとなんか、海外の人みたいな。焦ってるからだよね。インサートテープですね。はい。インサートテープの調整方法です。はい。まあこれね、ちょっと前にも言ったんですけども、インサートテープかなり消耗品だと思ってください。うん。できれば、10ゲーム以内に変えてほしいなと思います。なかなかね、変えるきっかけとかね、なんかめんどくさがって変えない方も多いと思うんですけども、これでかなりこう滑ったりとか、逆にベタベタしたりして、うん、まあそれも一つの怪我の原因とか、になりますので、ぜひね、そこはまめに、そのためにいっぱい入ってるんでね。はい。はい、ぜひね。これね、思った。はい、ベタベタを、若干ベタつきがあって、通り越すと今度汚れとかで、サラサラしてくるんですよ。うん、その、なんていうの、ベタベタが黒くなってね、はい、黒くなって、ね、今度カサカサしてくるというか、うん、滑ってくるんだよね。でボールが落ちる原因にもなるので、はい、この表面の1枚目とか一番上にあるテープは、まあ、まめに黒ずんできたら、ね、はい、貼り替えた方がいいかなと思います、はい、ぜひね、このインサートテープの調整方法、多分せっかく出ます。僕は下手くそです、だからいつもやらないんですけど、やらないっていうか、見せられないぐらい不器用だし、まあちょっと雑なんですけども、まあ、ヨシンプロはね、結構こういつも細かくやってるんですけども、ぜひね、親指は本当にデリケートに扱っていただきたいと思います。はい、なので、皆さんも、今回のこの動画見ていただいて、ぜひね、インサートテープの調整をしながら、フィッティングを良くして、よりね、スムーズにボーリングができるような、そんな形で、投げていただければなと思います。はい。はい。ということで今日はインサートテープの調整方法についてお話しさせていただきました。それではまた次回もお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。